さあ始まりました少量チャンネル、翔太です。りょうです。少量です。というわけで台湾3日目なんですけれども、今日は、九分に行きたいと思います。はい、で今、台北駅の、台湾鉄道の改札の前にいるんですけれども、9分までの行き方とあと9分のいいところを僕たちなりに紹介できたらいいなと思っているので、あの楽しみにしてください。あとですね、この動画の途中であの見てくださってる方々へのプレゼントも買ったりとか、あと最後にですねその応募方法なんかも紹介したいと思いますので、最後まで見てもらえたらと思います。では行ってきます。レッツゴー。はい、今改札を入ってきて、9分までに行くルートなんですけれども、このルイファン、水宝って書いてあるところを目指してまず行きたいと思います。乗り場は4番プラットフォームですね。站七堵奥吉站七栋下一站七堵 next door 七堵。はい、今なんですけれども、うん、バードゥっていう駅にいます、うん、はい、で、その瑞穂駅、まあ、日本語読みで瑞穂駅っていうのか分かんないけど、うん、その9分に行くために一番近いその駅があるんですけど、うんうん、ルイファンっていう駅なのかな、はい、そこに向かおうと思ったらうちら電車間違えちゃって、間違って乗っちゃったんですよ。それに電車乗った後に気づいちゃって、うん、でこのバールーっていうところから、うん、またその乗り換えて、うん、そっちのルイファンっていうところに行けるみたいなので、まあ、はい、どっちでも行けるからね。そうだね。でもなんかすごい電車空いてて、うん、結構快適だったよね、うん、なんか台北駅のその多分ルイファン駅かな、うんうん、に乗る人は多分外にすごい並んでたから、うん、多分それに乗ってたら結構ねぎゅうぎゅうで行けないといけなかったかもしれない、うんうんうん、から結果良かったのかな、分かんないけど、うんうん、というわけでちょっとルイファン駅行きのちょっと電車を今待ってます。はい、はい。はい、というわけで、ルイファンステーション、ルイファン駅に到着しました。ここからバスじゃないや、うん、タクシーに乗って、はい、9分までの行き方がね、バスとあとタクシーとあるんですけど、うん、今回僕たちはタクシーで行きたいと思います、うん、9分までのタクシー代がなんか固定だっていうのを聞いたので、うん、それで行ってみたいと思います。じゃ行ってきます。9分まで205件で行けるのかな。固定なんだよね。そう、固定です。そうだからね、タクシーの方が便利だと思う。そうだね、うん、はい、今9分に向かっているタクシーです。はい、大体どのくらいかな。多分そんなにね遠くはないはず。あ、雨がね、あいにくの雨でした、ね、で、まあ朝ごはん僕ら食べてないのでこれから食べに行こうと思います。イエーイ。Thank you.
はい、というわけで、はい、完食しました。そしたらですね、ちょっとお腹もちょっと満たされたわけなので、ちょっと9分を散策しながら皆さんにね、当たるお土産プレゼントを探しに行きたいと思います。はい、というわけで9分でも有名な、これお茶屋さんなのかな、お茶屋さんかな、ね、にやってきました。もうびしょ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 9分はですね、結構ね、雨が多い場所らしくて、こんなに降ると思ってなかったね、うん、土砂降りだったけど、ちょっと収まってきたかな、うん、なんでせっかくなんで、そこの今映したお茶屋さんに入って、お茶でも飲んでみようかなと思います、うん、思います。はい、ちょっと温まろう。はい、説明します。はい、はい、香りのちょっと香り香り、はい、飲み、はい、最初茶器温めます。はい、お湯気をつけて、あ、いい匂い、あ、いい匂い、うん、うん、美味しい。なんかどちらかといえばさ、一番最初だからかちょっと日本茶っぽくない？そうだね、日本茶っぽい、うん、で1回の茶葉で5回飲めるって言ってたから、うん、多分どんどん味が変わっていくんじゃないかな、うん、あ、美味しい、苦くなる、なんかちょっと濃くなってる、うん、濃くなってる、うん、よりウーロン茶感が出てきたの、うん、ウーロン茶になった、ね、美味しい、すごいね、え、2回目でこう変わるの、ね、すごいね、3回目、4回目、5回目はもっと濃くなってくる、うん、ね、楽しみで、うん、なんかもう結構ね、濃いって感じ、 1回目とはもうほんとまるで違う、美味しい。ね、ちょっといろいろ探してみよう、うん、なんか見えてきたよね、景色かもしれない、どうもね、どうもね、もっと晴れてたらなぁ、だったんだけど、はい、そしたら1個目決まりました、うん、レレンパイナップルケーキ、うん、
終わりにしたいと思います。はい、リフォルターです。あ、おいしい。リフォルター。かわいいね。かわいいね。どうしようかな、うん、もうちょっと先も行ってみようか、うん、美人茶だって。何美人茶？カフェインのなしです。これ、うん、ノンカフェインです。ノンカフェインだ。台湾しかないやつ。美味しい。美味しい。買い物ありがとうございます。住人パック入ってる。やって綺麗になるんじゃない ね, ねどうする。これにする1個。これにしよっか、うん、じゃあこれに、うん、まあ、これ1つから、うん、ね、台湾お茶がねすごく有名だから、うん、こちらをお渡しします。はい、ノンカフェインのお茶です。鶏がそのままぶら下がってる。ね、でも完全に雨が止んでよかった。すごい、なんかこういう雑貨屋さんとこういうのは。女性用っていうか、まあ、うん、こういう可愛いのが好きな、俺とか好きなんだけど、こういうのは好き？うん、こういうのとか。じゃあ、あれじゃない、これ1個100元だからさ、うん、ああいう高知系なやつとさ、なんかさ、もう1個別の形のやつとかにしたら、うん、あーあー、そうなんだ、すごい。中にも入ってんの。中にも入ってる。これ女の人だったらさ、すごい使いやすいかもね、いろいろ入れるのに、うんうん、じゃあ翔ちゃんチョイスでさ、なんか柄選んだら、どうしようかな、かわいいやつ、どうしようかな。そういうのも可愛いよね。でもなんかもしまあなんか一つ、あ、違うなって思ったら、なんかお友達とかにあげてください。確かに。じゃあこれにしよっかな。みんな使えそうじゃない？確かにね。うん、じゃあ俺、あの女の人らしい、あのそのピンクの、あ、それ、うん、それにする。これまあ、両方また別々のあれだけど、うん、あのもし一つなんか違うなと思ったら、うん、他の誰かにあげてください。そうだね、うん、でこれをプレゼントしようと思います。はい、お願いします。というわけで今回3つ目のプレゼントは3つ目のプレゼントはこれと、はい、決定しました。出てしました。はい、というわけで3名の方にですね、9分のお土産をプレゼントしたいと思いますので、はい、応募方法はあの下の概要欄に貼ってるのでぜひ確認してください。はい、さあ、というわけで今回は9分の面白いとこ、美味しい場所、あとお土産を見つけてきました。いや本当にね、うん、なんかお店がすごい、いろいろなお店がね密集してて、うん、面白いよね。面白かった、うん、途中雨も降ったけど、うん、まあでもなんとかね今は晴れてるし、うん、ちょっと雨が降りやすいみたいで、うん、なんか傘だったり、うん、あの雨具があの絶対必要かもしれない、うん、まあ着てから買ってもいいかもしれない、うん、結構屋根が狭かったり、うん、道が狭かったりするから雨具は必要かもしれない、ね、うん、あった方がいい、はい、というわけで今回はここまでにしようと思います、はい。
あのプレゼントの、応募は概要欄をチェックしてください。はい、では面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。